ました。Thank you for your time. はい、山形に学生でした。どう。同じように前回やったワークショップを皆さんに楽しんでもらいたいと思うのでよろしくお願いします。模様を入れるときは違う色を使った方が効果が上がるし、ね。四角が、模様が入ったね。